日本茨城県つくば市北条北条は、茨城県つくば市の地名。郵便番号は300-4231。つくば山にほど近い、つくば市つくば地区の中心地域であり、つくば地区で唯一の商店街を形成している地域である。つくば市北部、つくば研究学園都市周辺開発地区に位置し、東は、小和田、小沢、山口、西は、泉、君島。 小泉、南は尾田、北は杉木、漆所上群と接している。城山と通称される滝山の南陸に位置する中石平野にある。旧国道沿いには商業地や住宅地が形成されているが、周辺部は水田が広がる。縄文時代から弥生時代にかけての遺跡である中大遺跡のほか、円墳の安坂神社古墳や中大古墳群が、 見つかっている。古代から、鎌倉時代には、滝氏が城山に、滝城を構え勢力を持っていたが、八田地からの策略にはまり没落した。滝氏が滅びると、八田地下の時屋は、滝村東北部に、織田の市場を築き、北条城主、北条七郎と称した。これから、滝村は、北条村と呼ばれるようになり、北条は、織田氏の勢力家となった。 この滝城は、戦国時代に大規模な改修が施されたものの、その理由は、諸説あり、確定していない。また、寺院跡である、北条日向廃寺跡や滝城とは別の城である、北条城跡もある。小田氏が衰退した後には、佐竹氏の勢力が台頭、佐竹派の中部氏が北条に入った。江戸時代には、北条内町、北条中町、 北条新町の山頂に分かれ、それぞれ日立国筑波群に属した。異聖者はたびたび変遷し、慶長7年から天領となり、慶長15年より、佐久間勝行領、玄奈2年より天領を経て、官営2年より、堀田正盛領、正盛の下宇佐桜藩主就任により、官営19年から、桜藩領、天奈2年より正盛の4男。 正秀が立藩した日田地方城藩領、元禄元年に、正秀が母子天領に服した。その後、元禄十一年に土浦藩領に編入されて、廃藩地権まで支配が続いた。堀田市が散在する民家を街道沿いに集めたため、山町は、共に在京町として発達し、主要道に沿う土蔵では、油、酒、大豆、米穀、 面などが取引された。また徳川家光町やーン中禅寺に木礎の檜などの資材を運び込むために開いた道を筑波山の登山道に転用したことからその登山口としても賑わった。北条内町には堀田市や土浦藩によって陣屋が設置された。明和3年には北条内町で大火が発生、74校を被害が出た。幕末になると 近隣の小田村出身の長島上心が、滝城の意向調査を実施し、無弁雑記に、城石の略図を掲載している。日立北条駅、跡地明治時代になると、山頂は合併して、北条村となり、1887年9月30日に、北条町に改称した。町村製紙工事には、近隣の村村と合併して、 新しい北条町の一応技となった。北条には1872年に北条郵便受付書、1874年に北条小学校、1877年に土浦警察署北条文書が相次いで設けられ、町村政施行後には北条町役場と土浦区裁判所北条出張書が置かれ、1918年には 筑波鉄道を開通に伴い、日立法上駅が開業するなど、政治や、経済の中心地として発達した。竜巻襲来後の商店街、第二次世界大戦後には、1950年に、茨城県立筑波高等学校の前身である、茨城県立土浦第二、高等学校法上分校が開校した。商業に関しては、1959年に出された。 つくば町建設基礎調査所によると、当時のつくば町のおよそ3分の1の商店が集まっていた。北条が交通の要衝かつ、公共機関が集まる地域であることから、周辺農村の購買力に支えられていたからである。しかしモータリゼーションの進展により、商店街の道路渋滞や駐車場不足が問題化したこと、土浦市や下妻市への購買力流出が進んだ。 ことにより、1976年の筑波町外への購買力流出率は48%、筑波研究学園都市の勢力が台頭してきた1986年には57%に上った。2007年9月29日、地元の商店主や住民、筑波大学の教員、学生らが共同して、北条ま町づくり振興会を結成。 特産品の包丁米を使った包丁ベースクリームの開発や包丁市を開くなど地域活性化に取り組んでいる。この活動が評価され、県内の商店街では唯一新頑張る商店街77線に選出された。2012年5月6日午後1時頃突風により当地区の一部の建物が被害を受け死者1名怪我人が複数出た。気象庁は 翌5月7日に、この突風現象は竜巻によるもので、強さは藤田スケールで F2 と推定したと発表したが、6月8日に F3 に変更された。筑波郡を桜川で南北に分割したとき、北側を北条と呼んだことに由来する。北条と呼ばれる以前は多岐流であったと、新編日立国史にある。 2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。総数、個数、または世帯数、人口、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。つくばりんりロード、北条駅入口停留所つくば山、つくばセンター、土浦、下妻の4方面への路線が集まる。関東鉄道のつくば山口土浦線。 同社と、関鉄パープルバスの下妻土浦線及びつくバス、小田シャトルが、北条停留所を含む、中心部を経由するほか、つく、バス北部シャトルが、筑波交流センター停留所を発着する。その他、筑波高校入り口停留所に、東茨城郡茨城町にある運転免許センター、発着バス、我が場号の古川、下妻。 二張ルートが停車していたが、2014年7月22日のダイヤ改正で、ルートが変更されたことに伴い停車しなくなった。つくば郵便局、ありがとうございます。